待て、アリオ。ん？巨像の居場所。簡単なことだ。場所の目星はついていたんだが。都合よく鍵が見つかったってのか？どうも話ができすぎてねえか。そうでもねえぜ。イカズチの巨像が落とした赤い玉があったろ。納得できたなら行こうか。次の巨像がいる砂人の遺構へ。あれが砂人の遺構か。なんだ、思ったより近いじゃねえか。だろ。だから、こいつだ。見てろよ。この砂ぼこり。嫌な予感がするわね。なんだここ。着いたぜ。砂人の遺構だ。ここの結界は…またかよ。勇者はアラバスタで見飽きたぜ。サンディ砂漠の流星より規模は小さいけど、それより流れは速いみたいね。脅威の度合いとしては五分かしら。そうだ、いい考えがある。なんだルフィ、なんか思いついたのか。まずはリムのところに戻ろう。リムなら小屋に戻ればいるはずだ。おい、イブに会ってどうすんだよ。俺たちにも教えろよ。シッシッシ、秘密だ。なあロビン、ルフィはリムのところに行って何するつもりなんだ。さあ、何かしらね。あ、
ずるいぞロビン、その感じもう分かってるだろう。よっ、それじゃあリューサを超えるために、シシシ、面白いだろ。ある、待て待て、どういうことだよ。いや、そのキューブに変える。もっ、じゃあ大丈夫。ああ、いい考えだろ。引っ越しクラブならカニカ…引っ越しクラブならカニカニポートの看板のところに行けば会えるはずだぞ。また砂漠へ行くのね。今回は俺とルフィとウソップか。なんでまた俺なんだよ。そんなの知るわけねえだろ。ひとまず例の輪を探すぞ。どこだ輪。ちょっと待てルフィ、闇雲に動いても見つかるとは思えねえ。だが分からねえなら勘で行くしかねえだろう。多分こっちだ。ついてこい。よしルフィ、ゾロと反対方向へ進むぞ。おう。なんでだよ。ところであんたたち、ひょっとして…おう、なんでわかったんだ。手配書を見たこともあるし、こんなところで有名人に出会えるなんて光栄だよ。と、これって…ああ、砂漠地帯に生える珍しいもんだ。そりゃいいな、受け取って…なあ、一つ聞きてんだが、かな…願い？お、俺様は冒険で出会ったやつの願いを聞くのが趣味なのさ。願いね…あんたのお墨付きともな。おっと、そろそろ仕入れの時間だ。ん？仕入れも済んで。ああ、ちょっと気が早かった。とりあえず俺は行くよ。このキノコ、肉が良かったな。もらえただけ良かったって。も見たことねえキノコだし。そうか。まあ多分大丈夫だろう。おいおい、お前ら、あんな怪しいやつからもらっ、もう食っちまったぞ。何、吐き出せゾロ。んなことできるわけ。ゾロ、おい、しっかりしろ。いや、どうすんだ。確か毎日アラバスタには、へえ、そりゃ便利だな。もし俺がいないときに毒に当たったときは、まずこの苔を使う。そうだ、
海辺で繁殖してるってチョッパーに聞く。この辺りで海って言えば。わかった、西の入り江だな。おい待て、ルフィ、お前どんな苔か分かってんだろ。任しとけ。本当か。よし、行くか。わかんねえ。すげえ、久しぶりだな。ブーブー。俺、苔を探してんだ。ゾロが毒で、苔がいるんだよ。ブー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 。この近くに苔があるはずなんだ。教えてくれ。仲間が大変なんだ。苔の場所を教えてくれ。これがウソップの言ってた苔か。ありがとうな、マツケ。よし、これでゾロが助かるはずだ。急いでウソップとゾロのところに戻らねえと。大丈夫か？海賊狩りのゾロとその仲間の首もらったぜ。
海賊狩りが倒れてる。ルフィ、早く戻ってきてくれ。ウソップ、悪い、でも苔は取ってきたぞ。そうか、でかした。仲間が一人増えたところで何だってんだ。うわ、来るぞルフィ。おう、覚悟しろよ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。覚悟しろよ。うぅ、俺を狙ってるのか。必殺カエンド。まだだ。よし、行くぞ。この喧嘩、俺たちの勝ちだ。ゾロ、これをもう大丈夫だからな。おお、目が覚めたか。気分はどうだ、ゾロ。よく。いや、のんきすぎるわ。そうだったのか。覚えてねえのか。ルフィは苔を探しに。そうか。ゾロ、もう大丈夫だな。迷惑かけたな。よかった。お前、俺たちに毒キノコを渡して。よかったってどういう意味だよ。それは。なんだ。俺たちメモリアに戻ってきたのか。その通りよ。やけに中途半端なタイミングで戻ってきちまったな。すごいな。でも毒を持った証拠。おかしな話だ。絶対なんかあるよな。ああ、あんた分かってないでしょ。あいつの事情に興味はねえが、力もまだ取り戻せてねえ。
があるじゃねえか。おい、ひとまず。だから、ああ、兄金さんの弟だから。お前たちももうこんなことは。てめえ、どの口が言いやがる。どうやら痛い目に遭いてえようだな。覚悟しろや。おい、な、このさん仲間だったんじゃねえのか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。俺たちを邪魔しよってんなら。おいおい、お前、そんなの関係ねえか。お前らがその気なら、ギアセカンド、ゴムゴムのジャックウィン。まだだ。引かねえなら切るまでだ。三刀流百八ポンド砲。まだだ。キャプテンウソップの一撃、覚悟しろ。必殺カエボシ。俺は負けねえ。はゾロ、キャプテンは。どうして俺を。あいつらが気に。まあこういうやつだ。この前は悪かった。んなことはもうどうでも。いや、よくはないだろ。それより毒キノコを渡して。まあさっきの、なんか理由があんのか。最初はそん兄貴はそいつらを。俺は。じゃあ最初は兄ちゃんと二人でしょ。ああ、兄貴はそいつらを。そして。そりゃもう賞金。ああ、兄貴にはちゃんと言ったの。もちろん言ったさ。だからって、うん、恥を承知で頼む。そう言われ。こいつの願い。まあ一番。よし、おっさんの兄ちゃんを止めりゃいいんだな。そういや、おっさんの兄ちゃんはど。兄貴は仲間を引き継ぎ、今は確か南の裏通りあたりにいるはずだ。よし。ゾロ、お前は迷うんだから。港へ行く道の途中に噴水があっただろ。あ、おめえにそんな知恵が。そういえばシャボンディ諸島でも似つまねえ、ゾロ。よし、行くぞお前ら。いや、よーし。ああ、うん、ああ、待て待て。
何？知らねえ。あ、裏切るわ。よし。どうすっかな。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットバザーカー。まだだ。しっしっし、やったな。おいおい、なんで俺のところに。まずいぞ。あ、すげえのが来るぞ。冗談じゃねえ。おめえら何とかしろ。狙撃手の腕を見せてやる。相手にとって不足なし。三刀流奥義、三千世界。まだだだだ。これだ。さあ喧嘩だ。痺れて動かねえ。邪魔だ。だ。うう、俺を狙ってるのか。腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。力が戻ってきたな。おいおい兄貴、ようやくお…こいつがおっさんの兄ちゃん。お前、兄貴、はあ、この間もこれまでのことは海賊。うるせえ。そんな…こいつ弟がこんなに必死になってんのに話を聞かね…この…いいだろう、
そんなこと笑わせる。こっちには数がいるんだ。あっちがその気なら俺たちは相手してやるだけ。この感覚は。ああ力が湧いた。よし、試してみるか。とうとう俺を本気にさせやがったな。行くぞ。おう、援護は任せろ。必殺ゴムゴムの火炎星ピストル無機。これからだ。まずい。いけるか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバザーカー。これからだ。しっしっし、やったな。おいおい、なんで俺のところに。切り替えがありそうだ。三刀流奥義三千世界。俺の方が強い。よっしゃ。こいつ根性。弟の言ってた通りの兄貴、こんなにボロボロになったのは俺たちはだから。くそ、分かったよ。俺だって兄貴。よかったな。ああいいってことよ。弟に関し、ああ。うお。おかえりなさい。でもおっさんたちが仲直りで。あれってそういう。いいもんがあるじゃねえか。任せろ。